最初にあの巻いてるので結ぶだけでも可愛いので結ぶんでプラスそのゴム隠しをしてあげるとすごく可愛いと思います。こんにちは、大阪のトランクで働いている千秋です。今日はポニーテールを作っていきたいと思います。はじめに、ケネドさんのカールアイロンで軽く巻いてる状態です。ポニーテールはすごく簡単なんですけど、まずこの顔周りを少しこのぐらい残して、こっちも顔周りを残して、でこのここのところはあんまり分け目がつかないようにこんな風にほぐします。でだいたい自分の好きな高さがあると思うんですけど、私は耳のちょうど延長線上ぐらいのところでまず結びます。鏡を見ながら少し指の腹で引き出します。でクルリンパスティックを使っていきます。クルリンパスティックはこのゴムのところに刺して、でこの表面の髪の毛を少しすくいます。このまま通してもいいんですけど、少しこれをローパー目にしていきます。こんな感じでローパー目にします。でこれをこのゴムのところに、ゴムじゃないです、スティックの穴のところに刺して引きます。そうするとこんな風に玉ねぎができるので、これでゴム隠しをします。こんな感じです。残っている顔周りを巻きます。だいたいこんな感じで、最初に巻いてるので結ぶだけでも可愛いので、結ぶんでプラスそのゴム隠しをしてあげるとすごく可愛いと思います。ちょっと遅れ毛が多いなと思ったら少し取って、このスティックで中の方に入れ込んじゃってください。こんな感じで、もう中の方に入れちゃいます。こっちも少し多いなと思ったら、入れてしまいます。でまた最後バランスを確認して、ちょっとこの表面に脇が足りないなと感じるので少し巻きます。で最後にワックス、バームオイルなどをこんな感じで全体につけてあげます。後ろの毛先にもつけて、で全体見せていきます。はい、こんな感じです。すごく簡単でゆるっと可愛くできるので、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。